皆さんこんにちは。リポーターの伊藤彩香です。食品ロスは年間643万トン。この数だけ聞くと大きすぎてあまりピンとこないですよね。では身近に感じてもらえるように国民1人当たりで置き換えてみましょう。国民全員が毎日ご飯茶碗1杯分のご飯を捨てているということになるんです。これはもったいないですよね。ということで今回はもったいないを合言葉に食品ロスについて考えます。もったいない。まず向かったのは南千住3丁目にある荒川リサイクルセンター。ここでは区内で回収した瓶や缶、トレーなどの資源を破砕や圧縮する中間処理を行っています。瓶が破砕されているところですね。伊藤さん、はい、こんにちは。こんにちは、びっくりしました。清掃リサイクル推進課の角田と申します。自称荒川もったいない大作戦隊長です。本日は伊藤さんが食品ロスについて勉強していると聞いて来ましたよ。荒川もったいない大作戦隊長、すごい役職ですね。じゃあそんな角田さんに教えてほしいことがあるんです。食品ロスがもったいないということは分かっているんですが、他にどんな問題があるんですか？はい、日本の食品ロス量の643万トンという数字ですが、これは世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料援助量のおよそ2倍にもなります。世界では貧困で食事に困っている方が多くいる中で、日本では大量に食品が廃棄されてしまっているという事実があるんです。まだ食べられる食料が捨てられてしまっている一方で、飢餓に苦しむ食べられない人たちがたくさんいるというのは由々しき問題ですね。そしてもう一つはゴミ処理のコストの問題です。区では1年間で燃やすゴミの処理に約15億円ものコストがかかっています。15億円もかかってるんですか？はい、この燃やすゴミのうち約半分は生ゴミで、食品ロスを減らすことはこの燃やすゴミの処理コストの削減にもつながるんですよ。ただゴミを捨てるだけでもそれだけコストがかかるっていうのは驚きですね。荒川区では具体的にどのような取り組みを行っているんですか？はい、荒川区では食品ロス削減事業と題して荒川もったいない大作戦という取り組みを行っております。区内にパンフレットを作成して区民の方々に呼びかけたり、また事業者の方々には食品ロス削減に取り組んでいただけるお店をあらもったいない協力店として登録することや、フードドライブ活動として家庭で使わずに眠っている食品を持ち寄って食料の確保が困難な団体や個人に提供するための活動を行っています。家庭でも事業者でもそれぞれ取り組みを行うということが大事なんですね。もったいない。食品ロスを減らそう。続いては家庭でできることについて、主婦歴34年の清掃リサイクル推進課職員佐々木さんに教えていただきました。伊藤さん、はい、早速ですが問題です。いきなり問題ですか？はい、食品ロスの643万トンのうち家庭から出る食品ロスの割合は一体どれぐらいでしょうか？お店や事業者さんから出る食品ロス、すごく多いような気がするので、家庭から出るのはその5分の1ぐらいじゃないですか？伊藤さん残念、不正解。あら、実はおよそ半分が家庭から出た食品ロスなんです。半分も出るんですか？そうなんですよ。家庭における食品ロスは野菜の皮を厚く剥くなど食べられる部分まで過剰に除去した過剰除去、食事を食べきれずに残して廃棄した食べ残し、賞味期限や消費期限が過ぎてそのまま廃棄してしまった直接廃棄が挙げられます。どれもやってしまっている気がします。そうですか。ということで家庭でできる食品ロス削減の取り組みパート1、冷蔵庫チェック。伊藤さん、はい、こちらの冷蔵庫はある家庭の冷蔵庫の中身を一部移動させたものを入れています。開けてみてください。わかりました。では開けてみましょう。
よく家庭にある冷蔵庫と同じですが、よく見るとシワシワのきゅうり、これは随分柔らかくなってしまっていますね。こちらには2017年12月の賞味期限のお醤油なんかもありますね。でもこういうことってよくあるんですよね。そうですね、家庭から出る食品ロスのうち約2割は賞味期限切れなどが原因で全く使用されないまま捨てられています。そこで毎月30日は10分間自宅の食材をチェックして、期限切れ間近の食材は優先的に使い切ることをお勧めいたします。期限が切れる前にしっかりチェックしておくのはいいことですね。ですね。さらに佐々木さんの家庭では、こちらは何ですか？はい、これなんですが、実は我が家から持ってきたホワイトボードなんです。はい、これは、このように冷蔵庫につけてあるんですね。お家で冷蔵庫に貼ってるんですか？そうなんですよ。何やら文字が書いてありますが、これは何ですか？はい、これは、例えば卵が3個冷蔵庫に入っていて、それで4月の12日がもう賞味期限、そういったことなんですね。おー、残りの個数と賞味期限、分かりやすく書いておくんですね。はい、いちいち開けてチェックしなくても、こうやって買った時点で書くんですか？これは。そうです。で、個数は食べた都度減らしていくってことですね。おー、ホワイトボードなら何度も書いて消してできるので便利ですね。その通りなんですよ。ちなみにこの下の方に、はい、ほうれん草の下にベーコンと青字で書かれていますが、これは何ですか？あ、これはほうれん草があるからベーコンをスーパー等で買おう、でトマトがあるからレタスを買ってサラダにしよう、そういったことなんですよ。なるほど、はい、何に使おうかもここに書いておくことで献立も立てやすくなりますね。そうですね。家庭でできる食品ロス削減の取り組み、パート2、野菜を無駄なく使う切り方。伊藤さん、はい、それではこの人参を切ってみてください。ほう、人参いつも通りに切っていいんですか？いいですよ。はい、まずはこのヘタの部分を落としますよね。こうですかね。伊藤さん、これだと過剰除去になってしまいますよ。こんなに薄く切ったのにですか？どうしてですか？それはですね、この部分、ここはまだ食べられる部分ですよ。あ、このヘタの周りの部分ですか？そうです。ここまで食べるんですか？はい。では人参を切ってみますね。はい、まな板使わないんですか？使わないです。包丁の先の部分で、はい、こうくり抜いていくイメージですか？そうですね。こう入れて、こう切って、で人参を回す。おー、包丁を回すのではなくて、はい、人参を回していくと、わっ、きれいに取れましたね。これなら食べられる部分がたくさん残ってますね。これはこういう、よいしょ、そぎ落とすようなイメージですか？はい、鉛筆をこう削っていくような感じで取っていく。すごい、薄く薄く落としていくと、わあ、ナスも食べられる面積が多くなりましたね。まずこれを切るんじゃないんですか？手で。むしる？むしる。手で。はい。ボキボキ。ボキボキと。いっちゃうんですね。はい。ここの部分を取ります。では蓋の部分を取ります。はい。蓋も手でいくんですか？そうですね。取れるところは。おお、もいでいくんですか？はい。これはどうしてですか？この後の処理に関わります。ここで今度は薄く切ります。ここですね、茎の部分。はい、これぐらい。
はい、すごく薄く切りましたね。で、あとはここですね、取って取っていきますね。このように食べられないところはこれぐらいですね。茎の外側の部分、はい、この脇芽が出ていたような部分を包丁で薄く皮を剥くように、はい、その通りです。切っていくんですか。はい、茎も栄養があって美味しいので無駄にはしないと、うん、これぐらいで、お、ではこれを切っていきます。はい、茎の部分をまずは落として、これをね、半分に、はい、さらに、そうですね、もうこれぐらいで、ここは栄養がとても入ってますね。で、あとは、まあ、こんな感じで取って、で、はい、こんな感じです。一般的にブロッコリー、私この房の部分だけを食べるのかと思っていましたが、この茎の部分もなんだか美味しそうですね。はい。さらに佐々木さんが紹介してくれたのが手作りの水切り。ペットボトルの上部をカッターで切り、切り口にビニールテープを巻きます。生ごみを穴の開いたビニール袋に入れ、手作りの水切りで水分を絞ります。この手作りの水切りで水分を絞ったら、生ごみの減量にもつながるんだそうです。もったいない、食品ロス削減の取り組みは区内事業者にも広がっています。こちらはあらもったいない協力店、小久銀座商店街にある富江ストア。大手チェーン店とは一線を画した販売方法で鮮度の高い商品を提供、地元の方に人気のスーパーです。食品ロス削減の取り組みについて伺いました。こんだけ大量生産、大量消費ですと、あと商品もですね、例えば秋から冬にモデルチェンジになって柄が変わってしまったとか、あと全体の賞味期間が6ヶ月とか3ヶ月になってしまったとか、ちょっと管理がうまくいかないものとかが結構問屋さんにも溢れてくるわけですね。で、そういう商品って、まあ、いわゆる全国展開しているチェーンストアではもう扱ってもらえないと、我々みたいなところに来て、まあ、そういうのも積極的にお安く販売できればお店もいいし、お客さんも助かる。最大定価でいうと8割引きぐらいのものざらですね、半額以上は当たり前みたいなことで。さらに富江ストアは子ども応援フードドライブとして、子ども食堂へ余った食材を提供しています。物を捨てるってことはすごく商人として恥ずかしいことであります。なるべく有効になれば、ね、いいんじゃないかと思っております。続いて向かったのもあらもったいない協力店の一つ、東小久一丁目カフェ小久一。おしゃれな空間の中で今時の給食メニューが日替わりで食べられるお店です。お待たせしました、本日の日替わり給食です。カラフルでおしゃれですね。ありがとうございます。学校給食を作る仕事をしていた小林さんが提供する給食、味はもちろんのこと、栄養や食べ応えにもこだわっています。この日のメニューはキャロットライスに煮込みハンバーグ。うん、想像していたよりも本当にふっくらと柔らかいですね。ね、お肉の甘みがあるのと、おからの香りっていうのがちょっとしますね。お肉のボリュームもあって満足感もありますし、こうおからが入っていたりですとか、お野菜がたくさん取れて、バランスのいい食事ですね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ボリューム満点でとってもお腹がいっぱいです、はい、これお年寄り、ご年配の方、ちょっとなかなか食べきれないなんていう方もいらっしゃいそうな量ですよね。そうですね。これ給食だから、まさか食べきらないと帰れないとかですか。昼休み遊べないとか、うん、あるんですか。それは大丈夫なんですけど、
朝食の方とかは、ラップに包んでおにぎりにして持って帰ってもらったりとか、お弁当箱も用意しているので、それに詰めてお持ち帰りをしていただいてますね。これは小盛りにしてくださいなんていうお願いはできるんですか？結構そういった方が多いですね。あ、はい、そうなんですね。小盛りをお願いするとお店の方に申し訳ないんじゃないかななんて思うんですが、あらもったいない協力店に参加しているお店であれば気兼ねなく小盛りもお願いできますよね。食品ロスに関してお店として意識していることって何かありますか？野菜とかも多く取りすぎないようにして、なるべくしっかり最後まで使うとか、皮を剥きすぎないとか、そういうところは気をつけてますね。やっぱり食べられるものを捨てちゃうのはすごくもったいないですし、私食べることが大好きなので、やっぱりなるべく残さないようにして、これからも心がけていきたいなと思っています。ぜひお店としてもこれからも食品ロスに取り組んでいっていただきたいと思います。はい、とっても美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。もったいない。今回は食品ロスについて特集してきました。もったいないの合言葉を胸に刻んで、食べ物を美味しく無駄なくいただきたいですね。